ードラッシュである。東京環七沿いにそびえ立つ春風高校は教育制度始まって以来の学内ゴールドラッシュに揺れていた。時に平成3年夏、春風高校は揺れに揺れ土台から掘り起こされていた。こっから満剣の縄張りよ。いいじゃんよ、なんかそこ出てきそうなんだもん、一緒に払うよ。満剣と網剣といえば親も同然川田でしょ。しうん、埋蔵金掘り当てんだ。うちよ、なんつってもうすぐコミケなんだから、おじいしってお金かかんのよ。コスプレ代やってバカになんないし。それは言うんだ、我が超常現象研究会とてミステリーサークル発見の旅ツアーの留学生集めに命をかけている。さすが土木研究会、略して土研。腰の張り方が違うよな。なんでも生徒会執行部との共同発掘らしいわよ。やけに執行部の人たち力入ってんだよね。どうせ全生徒会会長西園寺の工学いじめだろ。埋蔵金の言い出しって工学部だって。あの人は何でも工学部と張り合いたいんだよ。今時埋蔵金なんて眉唾だと思うけど。いやいや、作品が作品だぞ。落ちは侮れ。案外本当に出てくるからな。まあ何にせよ本命執行部、対抗馬工学部、大穴が一攫千金狙う弱小クラブのいずれかってなところで20倍の配当だったよ、馬券の予想だと。ま、妥当かな。馬券って何さ。博打研究会、通称馬券。賭け事ならイギリスの相撲、トトカルチョからチンチロリンまで何でもありありらしいよ。ほらほら危ないよ、ぼさっとしかないで早く帰りなさい。今の松浦先生じゃなかった。ああ、先生も家のローンが苦しいらしい。とんでもない学校。また明日ね。じゃあな。まあね、あんみつ食べて帰ろっか。おい、トマト工務店からニュータイプのドリルが発売になったらしいな。うん、ちょっと見に行くか。おい、1、2年坊主、ちゃんとスコップの手入れしとけよ。わかりました、親方。英検は明朝7時集合よ。はい。ことの起こりは3日前に遡る。白春、風邪をひいてしまいました。ズ、あー危ないではないか。ロボットの破片を飛び散らしおって。ロボットじゃないよ、アンドロイドだよ。ズ、あーこんなに散らかしちゃって。まあ大変ですわ、ヘリカちゃん集めてあげます。2つ。具合悪いんなら成春博士に見てもらったら。昨日車検切れだと分解整備されました。ズ、ほら後頭部に成春工場の車検表が貼ってあるでしょ。純正ですよ。ハル先輩大変ですよ、ほらこんなに錆びてます。全身洗車もしました。ズ、バーカ、錆びるの当たり前だわ。プンプン、そういう言い方ってないと思います、エリカちゃんは。はい、R 先輩集めました。うん。ほらやめんか。お食事中の方大変失礼つかまつった。あー暑いですね。地球は割り箸のため熱帯林の破壊の限りを尽くすのです。そしてオゾンホールにチップインバーディーですね。温室効果のイチゴは僕は好きです。まだ食べたことはありませんけどね。日本語になってないわよ、頭の中ショートしてるんじゃない。はい、ショートケーキは大好きです。僕は食べられませんけどね。はみんな大変、ボブ好きをかぶって耐えろー。アトミックドロップ、日本語で言うなら原爆落としって古いね。どうも。へっ、大丈夫？さっき部品を飲み込んだ時何か引っかかったんじゃない？へっ。わあ先輩、口から煙がモクモクしてます。
やあ、これは驚きました。バカ者、こういう楽しい芸は宴会の時にとっておかんか。また散らかす。あら、これ何？何ですか？この人の頭から弾き出てきたわよ。地図だわね、これ。半分焼け焦げている。わかった、その地図の紙切れがあるのは頭の中の回線をショートさせていたのだな。なんたる名推理。近年 UFO に誘拐され脳の中に異物が埋め込まれるという事件が頻発しています。これを UFO による強制連行アブダクションといい、その人々をアブダクティと言います。いつどこで誰に起きるかわからない。そう、明日はあなたかもしれない。ご清聴ご苦労。あんたは八百屋さんか？ああ、八百屋さんです。何言ってんのかわかんないわよ。ちょっと待って、本当に八百屋さんよ。え？見て、角に八百屋、交番の隣に来来軒。これ、この町内の地図だわ。それは奇遇ですね。はやよ、この星様マークのついてるのは何ですか？ここは春風高校だわ。この星印、春風高校の場所についてる。なんか意味深だね。何か文字が書いてあるわね。焼け焦げててわかんないな。待つ、来たりて、地図、財宝？ん？何？何何何何何何？来たー！来たって何が？なんだ天野小夜子、工学部の幽霊をやっていたくせにそんなことも知らんのか。まあよい、いい機会だ。いずれお前も工学部の部長としてこの栄光に良くするのだからな。 R、 そこの八段飛び箱をうんと持ち上げるのだ。重いじゃないですか。かーっ、今宵のネックブリーカーは一味違うぞ。ああ、首がもげる。はい、飛び箱を持ち上げましたなどとCD はいちいち説明しなければ動きがわからないから不便ですね。それもしばらくの辛抱だ。まもなく超すんばらしいビデオが発売される。あの R が、あのサンゴが、あの登坂が、なんと漫画を飛び出してみんなのお茶の間にやってくるよ。究極超人 R ビデオに登場。登場、ポンパンポン。ちょっとお知らせでした。さて皆の衆、ご覧くだされ。工学部転生人語、歴代部長のお言葉集。そう、これこそ我が春風校工学部の家系図、歴代部長殿のありがたいお言葉が記されているのだ。なまだなまだなまだ。ちなみに私無敵の王者登坂のありがたきお言葉はこれだ。無敵は素敵、勝利はプラズマ。よくわかりません。エリカちゃんもわかりません。まあ凡人にはわかるまい。解説するとだな。ちょっとちょっと、それより言い伝えって何なの？おお、そうであった、ここだ。第54代目部長のお言葉、名前の部分が虫に食われてわからんのだが、世紀末機械人形が来たりて地図を吐く。これすなわち幻の財宝のありかを示すなり。財宝？予算の足しになる。首を締めるな、首を。お前は金が絡むと人間が変わるな。わーい、これは宝の地図なんですね。どこにあるんですか？だから人の話はちゃんと聞けといつも言っておろうが。埋蔵金が本当に学校の中にあるの？何やつ。にゃー。人の気配がしたようだが、なんだ猫か。ご主人ご主人、工学部の連中がカクカクシカジカで金塊の埋蔵金を着服しようとしています。なんですって？工学部の連中が一攫千金で執行部の転覆をもくろんでいる。そこまで言ってない。この西園寺マリーの目の黒いうちは天下は執行部のものよ。断固阻止、埋蔵金は我が執行部が手にするのよ。どうでもいいんだけど、この小獣と会長はいつまで居座るんだろうね。
何か言った？いえ、滅相もない。賢明なリスナー諸君はもうお分かりだろう。盗み聞きがバレた時、古典的猫まねで逃れたのは執行部が工学部の動向を探るために放ったスパイだったのだ。誰？の、ノーゴ。なんだ、猫。チーフ、スクープ、スクープ。さらに生徒会のスキャンダルを狙っていた放送部、お昼のワイドルックルックアイのレポーターに漏れるに及んだ。何？マジ？マジマジ？マジ？春風港に黄金の金塊、莫大な埋蔵金が隠されている。というのが概ねのあらすじである。ではこれより作戦会議に入る。 R3 等兵、戦況を報告せよ。はい、各基地よりの報告を申し上げます。体育館裏基地、シーチャン軍曹、異常なし。タワバプス島 OB 連合軍、屋上空軍部隊、異常なし。ただし、燃料切れ間近、酒の補給望む。誠間垣コンビ、正門前基地、今のところなし。浅戸岸田、パトロール遊撃隊、なし。最前線基地、サンゴエリカ部隊、今日はないよ。以上。なんだかチリ紙交換のようであるな。ふっふっふ。 CD プレイヤーの前の諸君、何を隠そう、これはただの報告ではないのだ。工学部メンバーの紹介も兼ねているのだったりするのだ。どうだ、恐れ入ったか来たか。あれ。ああ、今日で3日目ね。本当に財宝なんてあるのかしら。いかんない、いかんよ、いかんよ。天野さよ子、そのように世の中を疑ってかかっては明るい結婚生活は望めんよ。余計なお世話よ。こちら最前線基地、こちら最前線基地、コードネーム張り子の皿、応答願います。こちらベースキャンプ、コードネーム葵の御門、張り子の虎、どうぞ。高画ベリアに侵入者を発見、2号館天井裏に追い詰めた。了解いたした。 5.5 を出しませい。やあ、お待たせ。どうやって自転車で来たのよ。ここ4階よ。亀に耳あり、症状倍に目ありですよ。誰もそんな細かいことを気にする人はいません。そうかな。この夜更けに埋蔵金荒らしとはどこのドイツだ。オランダ。あなたたちの無線は全て盗聴させてもらった。あ、助かった。時間外活動は言語道断の掟破り。さあ、この埋蔵金ベースから降りてもらいましょう。ついに尻尾を出したな、コーガマン。大帝国ダリー将軍、このイワシーがしたからには。何に染まっていたんだ。ずいぶん目立つお人たちですね。この作品の主人公は誰だと思っているんです。え、やられ役の皆さん。誰がやられ役ですって。それでなくてもあなた方は天井裏は踏みのくん、屋上ではどんちゃん騒ぎをする、正門前ではテントを張ってキャンプファイヤーをする。目に余ること甚だしいわ。よーぶーみんじゃお、天井裏デスマッチが始まりましたね。見てあって、猫かしら？すごい誇り。どんなでかい猫と戦ってるのよ。文芸部の伊藤くんでしょうか。神妙にお縄を頂戴せ。猫だって言っておるではないか。下手人、飯取ったり。登坂さん大丈夫？
大丈夫、任せて。なぜなら私は無敗の王者、ザ・トサカである。勝利は勝つ。カッコつけんのはいいんだけど、あなた何やってるわけ？猫のぬいぐるみ持って。いやいや、これは下手人の抜け殻である。ヘビちゃんあるまいし。あなたね、嘘をつくならもうちょっとマシなこと言いなさいよ。嘘とは失礼な。私は生まれて一度も嘘を言ったことがない。やあ、トサカさん、嘘発見器が鳴りました。仲間を陥れてどうするのよ。あ、首を絞めたら首引いただいですか。ああ、またそうやってある先輩に触る。何ですの、プンプン。ベーダ、ああ肩こりが治るわ。いやいや、うるさいわね、あなたたちは。さあ速やかに解散しなさい。本当よ、本当に私たち以外の侵入者がいたのよ。あらぬ疑いをかけられてはお家の恥。登坂さんが切腹してお詫び申し上げまとう。ブラッカモーン。では私が代わって辞世の句を一句。朝顔や昼にはおつる定めなり。ではどうぞ。痛いじゃないですか。粉砕バットで殴らないでください。切腹するともっと痛いぞ。え、そうなんですか。どのくらい痛いかというとだな、腹切り3年かけ8年というぐらい、まあ大変なものなのだ。ああ、なんて恐ろしい。いい加減話を進めなさい。仕方あるまい。では我らが身の潔白を証明するため、この財宝の在りかを示す地図を渡そう。地図？ああ、初めっからそうすればいいのよ。なんてことをするんですか、登坂さん。やったわ、ついに宝の地図を手に入れたわ。おあいにくさまね、工学部の皆さん。そんなに嬉しいか。いくらでもあるぞ。ここにも落ちてます。あっちにもこっちにも。何これ、春風港の拡大地図じゃない。私が仕留め損ねた下手人がこの地図を撒き散らしながら逃げていったのだ。これは人間の仕業ではない、魑魅魍魎の類である。そうであろう、天野小夜子。貴様なら生き霊を長年しておったのだから匂いでわかるだろう。もう忘れちゃったわよ。あれって続けてやってないと感覚忘れちゃうのよ。一日やらないと三日、三日やらないと一週間戻っちゃうの。スポーツ選手みたい。では、目撃者 R の証言。はい、それはもう人間とは思えないすばしっこさで間違いありません。あれは春風高校に着くハッシーですね。以上で現場を終わります。マイクをスタジオにお返しします。トナ？トナ？じゃないわよ！岩清水くん。至急土建の人たちに招集をかけてちょうだい。ちょっと何くつろいでるのよ。え、僕はまだいたのか。セリフがないから忘れられているのかと思った。じゃあ君たちまた会おうと去っていく。あ、では我々は校庭に行こうではないか。 R、 これからが働きがいのあるところだぞ。待ちなさい、夜間の作業が禁じられているわ。なあに、日の出まであと数時間だ。そちらが集まるが早いか、夜が明けるのが早いか、我々には万能ロボットがついている。いやー、それは心強い。お前だ！ロボットじゃないよ。アンドロイドだよ！これはびっくり。こうして、事態は異常な高まりを見せ、ついに、春風高校に朝が来た。いや、いつの間にか夜が明けてしまったではありませんか。では寝袋に入って寝るんじゃない。さすがに貫徹は辛いわね。早起きは体に悪いですよ。何しろ僕は低電圧ですからね、立ち上がりが悪いんです。ちょっと岩清水くん、土建はまだなの。ああ、なんでも昨日あれから九十九里浜の半場で急ぎの仕事が入ったとかで、あ、今こっちに向かっているそうだ。ねえ西園寺さん、ことによっては埋蔵金折半でもいいわよ。何？
血迷ったか天野小夜子。本当？私は登坂さんなんかと違って心の広い人間だもん。嬉しいわ天野さん。その代わり工学部の予算倍の10万円にしてね。そんなことできるわけないですよ。そうかな。やっぱり引退しちゃうとただの人ってわけか。名馬もおいてはダバにも劣るってね。誰がダバよ。いいわ、わかった、受けて立とうじゃない。お、豪気だね。オッケー、契約成立、指切りゲーマーンと。それじゃ何が出てきても折半、出てこなくても予算はもらうわよ。そんな。あら、投資にはリスクはつきものよ。それともそれくらいの融通も効かないくらい元生徒会長は解消がないのかしら。うつつつ、早く取り掛かりなさい。では R、 そのようにせよ。はい、寝る用意はいつでもできてます。そうじゃないだろ。これで何も出てこなくても工学部は安泰。人の精神魚でするの登坂さんよりうまいみたい。あら、私は部のためをもってしてるわ。あの人は自分が戦いたいだけでしょ。これですか。何？あるよ、出たした。これは何でしょう。だーば、ば、ば、爆弾。シャベルで叩くな。ほほー、第二次世界大戦中の不発弾か。これですか。な、何よその骨。これはこれはトリケラトプスの頭蓋骨。これですか。うおー、アンモナイト。すごいすごい。真面目にやんなさいよ。サイオン寺、カルシウム不足か。トリケラトプスの骨を食うといいぞ。あなた方は物事に真面目に取り組むという姿勢がないの。それは褒め言葉だな。あんたたちは。まあまあ、サイオン寺君、落ち着きたまえ。君に眉間のシワは似合わない。どんな財宝より君の美しさに勝るものはないさ。橋水くん、ごめんなさい、私ったら。あ、あった。ほんとこいつはどこ。金塊はどこ。カメラ買うのよ。これです。わーい、玉手箱です。いや違うぞエリカ、これは重箱だ。重箱？開けますよ、カッパ。これはエリカちゃん、怖いです。これが金銀財宝。こんなことと、間違いない。これはまさしく。いや、これはお父さんの写真ではありませんか。バッカボーン。合う合う。我々が一生懸命時間を稼ぎ雰囲気を盛り上げておるのに、いとも簡単に話を終わらせるな。こんなうちで消費者騙せるの。返品の山だわね。どうしてこんなものが埋まっていたのだろう。アルくん、冗談よね。ね、まだ何かあるんでしょ。しかしあらかた掘り起こしました。あるとすれば温泉でしょうか。出るわけないでしょ。それにしても変わってないね、成原博士って。学会に復讐してやる。おやよい子だね、ネジだ。冗談っていうのは私が竜に乗って登場したからである。断っておくが、これは決して長崎の冗談ではない。諸君ご苦労。私の仕組んだゲームを堪能していただけたかね。まあいきなり話のテンションが高くなっちゃったな。第54代目部長成原成之、機械人形が来たりで地図を吐くの名言を残し、車検と称し R の頭に地図を入れたのは何を隠そうこの私である。あーやだやだ、この人も工学部の OB なの。工学部以外のどこの OB にこんな人がいるっていうのよ。
成原博士が春風校出身であったとは。私は以前からそうではないかと思っていたのだが。お父さん、なぜこんな手の込んだことを仕組んだのですか。ん？君は誰だ。車検と称し頭に地図を入れられた息子です。ほう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 、そういうこともあったかもしれんの。あったんですよ。で、君たちは私に何をさせようとしているのかね。説明しろと言ってるんだ。何？説明？この成原成行にはたやすいことである。疲れる。実はだ、この究極天才科学者成原がついに、ついにあの超有名テレビ番組テスコの一枚の写真の部屋に出演することになったのである。それってどんな番組よ。さあ、テツコの部屋と一枚の写真なら知ってるけど。無知な奴め、金高薫と同じぐらい有名である。すごいですね、お父さん。いや、なになに。先日ね、素人発明工夫展に出品した万能洗濯竿が総理大臣賞受賞の栄誉に浴したのだ。主婦の間で大人気、王様のアイディアでバカ売れでな、亀の子たわし以来の大ヒットと、ついにテレビが出演依頼をしてきたのだよ。世界は私の足元にひれ伏したのだ。あんた、横丁の発明おじさんか。この成原、在校中不覚にも一枚だけ写真を撮られてしまったのであるが。不覚って割にはポーズ決めて V サインしてるね。当たり前だ、一つしかない魂をブサイクに取られてたまんか。魂って、バカ者。貴様ら工学部のくせにそんなことも知らんのか。写真は人間の魂を抜き取ってしまうのだぞ。いつの時代の人ですか、あなたは。今を去ること20数年前、青年成原は世間の冷たい視線に耐え、いつかアパ、きっとアパ、世界が私の足元にひれ伏し、私の写真を崇める日が来る、と、この皇帝の地中深く埋め込んだ赤き日のポートレート。あと、まあ、それはいいんだけど、番組に出演するにあたって、写真が必要だって、AD が言うわけね。いや、焦ったのなんのってね。何せ、たった一枚しかない写真、どこに埋めたかすっかり忘れちゃってさ、そこで君たちを利用したってわけなの。どうじゃい、驚いたかいの。さすが天才なりやら、やることが桁違いじゃけんの。はっはっはっは。今やわしは時の人、受学生たちが先を争っての、わしのブルマイドをの、買い求めての、定期入れに忍ばせての、その若い心をときめかせるんだわ。あやかりたいですの。羨ましがるんじゃない。貴様らは、私のために地面を這いつくばって財宝を探し出したのだ。この春風高校の OB、偉大な科学者天才成原を財宝以外の何と呼ぶ。君たちはこんな偉大な先輩をもって家宝者よの。何が家宝者よ。紛らわしいことをしくさった。あった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 、狂気はいかん、はずみだ。顔はちょっと、で、これを誰が直すわけ。噂の発祥地は我が工学部よね。責任取れって言われたらどうする。大丈夫、責任を取るのは当然 R である。不始末といえば親も同然、責任といえば子も同然。あ、そういえばさ、どっかの漫画で読んだけど、将来ロボットがビル建設とかするらしいよ。レーバーとか言うの。 R にぴったりではないか。僕はロボットじゃないよ、アンドロイドだよ。だよ。んなこと